人参です。みんな集まって、人参だよ。あっちから来た。人参します。さやちゃんが可愛いです。さやちゃんが可愛いです。赤いです。気をつけて、みんな気をつけ。何をバイバイ、頑張るよ。バイバイ。バイバイ。どこやねん。あ、もう持ってるかい。こんにちは。こんにちは。前髪やばい。やばい、髪の毛。埼玉。昼公演。1日目じゃないんだね。昼公演。行ってきます。行ってきます。きっと帰ってくる頃には、涙で溢れてる。確かに。バイバイ。バイバイ。やばい、飛ばなきゃ。なっちゃう。今から、SSA 埼玉スーパーアリーナお昼行ってきまーす。行ってくるぜー。イエーイ。アイちゃんも見守りたいと思います。見守りたい。見守りたい。やばいやばい。バイバイ。行くね。青点青点。イエーイ。え、おでこ出す、あれルール。待って、出すわ。イエーイ、終わったぞー。何出すの。青点。はい、キャプテン青点。これやりたい、私も。何それ。白日のね。いっぱい泣いたよ。いっぱい泣いちゃった。やばいね、顔。頑張るぞ、夜公演も。えい、えい、おー。誰。えい、えい、おー。えい、えい、おー。眉毛でえいよろしないで。えい、えい、おー。イエーイ、バイバイ。頑張るぞ。お、止めてね。痛い。どうやって止めるの。お、なっちゃんも止めないよ。一生止めないよ。一生。じゃあ逃げよう。じゃあなっちゃん話して、なんかよっしゃー。昼終わりました。あいちゃんの卒業コンサート。イエーイ。来ないよ、来ないよ。めっちゃ映るやん。やめようと。乱入間なんで。どうだった。ちょっと初めて大きいステージ立ってます。どうでした。 SSA はサイリウムすごかったです。わかる。扉が開いた瞬間。わかるよ。だってミク多分初めてだよ。生意気リップスを初披露した時だから。中 1? になりたて。今もう高校生になっちゃった。リオちゃんより年下の時で。リオちゃんは。私はなんかすごい緊張しました。あー、わかる。間違えたらどうしようとかなって、はい、大丈夫、ヤモニがあるからね。あー、でもなんかあいちゃん最後って感じでめっちゃなんか泣いちゃいました。私もリハで、リハの方が泣いちゃって。あー、やばい。なんか本番の方が泣いた。なんか全然明るい曲で泣いちゃった。隣で見てたじゃないですか。私4期が練習してるのに、はい、なんかその連絡行ってなくて見てたんですけど。違う。だから今からちょっと練習しないと。あ、じゃあジョンさん。ヤモンさん、バイバイ。やばかったです。でも夜はなんかアイちゃんが見てくれるらしいので、アイちゃんがね、いない HKT のコンサートなどもなんか盛り上げられるように頑張ります。アオテンさんが。アオテン、アオテン。私なんで声聞かれるんだ。アオテン、キャプテンどうですか。不安しかないよ。リカ、アオテンなると思ってましたよ。本当にしっかりしてるもん。いつもみんなまとめてくる。頑張ります。予想大会じゃない。村重さんがいて、夏青で頑張ってください。本当だよ。2人して悩んで悩んでもうおーってなっちゃうから。助けてね。そっち、はい、助けます。頑張ります。バイバイ。ということで夜声も頑張ります。頑張ります。ポチッとな。お昼公演が終わって、この後夜公演です。それでは今から村重杏奈の MC をしたいと思います。今日私朝の昼公演、愛ちゃんの舞台卒業公演で最初の MC 話す予定だったんですけど、なんかODA に全部持ってかれました。私が話す予定だったのに ODA が面白すぎて長引きすぎて話せませんでした。メイキングにストレス発散する。でキャプテンも葵ちゃんになりましたね、うん、ワンちゃん村重かなとか思ってたんだけど、どう。それは全くないと思います。
と思ってなかった、思ってなかったようです。現場からは以上です。現場からは以上でした。じゃあ今から現場が暴風暴風な現場を再現したいと思います。やばいねー。暴風現場から、じゃあ暴風現場から中継したいと思います。今風がすごいです。以上暴風現場からでした。まもなく開演です。人数が増えてるっていう、あついたあついた、これを取ったら人数が増え、人数が いなくなる。いなくなる。じゃーじゃん。あれ。じゃん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 。かわいい。いきますよ。はい。35億。え、なんで。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。やっほー。終わりましたよ。さえさんの。やったー、サイだって来て、ちゃんちゃん、マイモちゃんと仲良しです、イエーイ。どうしよう、一緒に入場しました。マッチョです、マッチョ、サイさんのじゃあ仲良し、イエーイ。ビジュアルのスパイス、あれあれあれエルちゃん、あれあれあれ、なんだったの、わかんないや。おいもちゃんちっちゃすぎて隠れてるよ。お腹すいたー。楽しかったね。超楽しかった。次は NHK ホールです。頑張りまーす。あ、映ってください。チェケだ。よー。What's up? もう英語喋り始めた。よー。バイバーイ。埼玉スーパーアリーナ終わりました。ダメ、足なも映っちゃった。なんでどうでしたか。めっちゃ楽しかった、うん、多かったね、うん、楽しかったです。2公演ありがとうございます。今日終わった感じあるよね、もうなんかで終わったみたいな、ファイナルまだあるよ。アイちゃんが卒業して、うん、チームね、チーム警報のキャプテンということで、そうですね、やっぱ何これからどういう生きてんなんで、生きてんとしてちょっと何言ってるか分かんないんですけどね。元は葵ちゃんが警報のキャプテンだったということで、2人で一緒に支えていきたいと思います。キャプテンだからね、この次はどこだ。次はね、千葉か、千葉かな、どっちが千葉かな、幕張わかんないけど、次もう頑張るぞー、バイバイ。私はファイナルです、イエイ。みんな元気、はい元気です。なんでそんな顔するの、可愛い顔して、真っ赤かやな俺。今日はファイナルだよ、みんな見てね。番宣、番宣なの、番宣、バイバーイ、頑張るぞ、最後だね、最後だねって、眉毛が繋がってる、ね、使われるやつは何だと思う。あ、メイキングスタート。なんと今日サプライズがあります。わっ、何ですか。ダメだよ、なんとみんなで、なんとみんなでダメだって言ったら、あっちゃんに聞いちゃったんだよ。何が言ったんだ、聞きたい、今めっちゃ見てるから。デコピがやめるとか言ってないから。いやそんな。やめちゃうの。ということで、嬉しいサプライズがあるといいな。ねえ。
やったバイバイ。アイデアメドレー。アイデアずっといた。ちっちゃい半分しかないよ私の。マリアに合わせたらこうなるよ。マリア。首が痛い。首が痛い。イエーイ。イエーイ。誰でしょう。マジで眉毛つながってるより見える。あ、マリア。マリア。ねえねえ、ここに可愛くないめちゃくちゃ。やった。あ、マリアが。頑張れマリア。頑張るぞ。バイバーイ。バイバーイ。どうでしょう。終わりました。イエーイ。終わりました。楽しかったし。すごい全年賞でしたね。イエーイ。NHK ホール楽しかったです。楽しかったです。皆さん最高かよーかよーバイバーイ。違いないでした。キラナガキでした。バイバーイ。バイバーイ。2時間目イエーイ終わりました。超楽しかった。本当だ。やだやだ。もうまたやりたい。やだやだ。もうまたやりたい。もう笑ってた。もうやだ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 って感じない。もうやだ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 楽しかったね。でも選手枠は全員で出れてよかったね、うん、まあ、今インフルとかいろいろ出なくなったメンバーもいるけど超楽しかった。ハルピさんとかもいて、ね、でも楽しかったね。最高かよ。なんかさ、次なんか次やるみたいな発表あると思ったけど、何もなかったね。サプライズ何もなかった、ね、ちょっとドキドキしたやつ。 HKT としても上に上がれに頑張ります。頑張ります。頑張ります。もう違うって。頑張ります。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ全部終了しました。さようなら。またどこかで。バイバーイ。卒業後